はい、今回のスタート地点はですね、ちょっとね、住所がわからないけどカジキのはずですよ。ただまあどこでもそうですけども、右と左とですね、町名が違ったりですよ。あれがなんていうんですかね、まあここはまあ市の境目じゃないからあれだかもしれないけども、そういうのがありますけどもね、あるけど、ちょっとここ右に入ってみます。いやね、あれです、学校が見えたもんだから、こっちに来たんだけど違ったみたいですね。違ったけどなんかこういい感じのね、小川でしょうね。こう左用水路かな、コンクリートでずっと固めてあるから、小川というよりもなんか用水路的な感じがしますね。そこ今ね来てますけどもね、ああいい、ここね、どこ系、こっからか、ここはシトンゲー系、あ、シトンゲーですね。右を、いや今右の方にね、いわゆる田んぼの真ん中をずっと突っ切るような道路があったんですけどもね、右に行けない。ここでいいのかな。あ、田んぼ真ん中っていうわけじゃないですね、ここはね。あ、こうさっき取ってきた、そうか。違いますけど、あ、さっき取ってきたとこですね。そいやればですね、女の子左行きますね。ちょっと国道10号線側に出ます。今日はですね、5月の24日、時刻はちょうど2時だ。2時ですがよ。もう流れですからまっすぐ行きますね。いやね、どっかね、学校がこの辺り、こういうところによく遠からでも見える時があるんですよ。学校らしきところはね。でそれをね今ね探しながら行く。あ、ここ左行こうか。いや、ここにね競技場の跡がって競技場があったもんだからですね、カジキ出身のなんですかね方で、こういう、ここは野球場かな。やっぱりこういうところでほらあれをされたんじゃないかと思ってですよ、ここ右行きましょう。こういうところで試合をされた方もいらっしゃるんじゃないかと思ってですね。あ、広いですね、この球場結構ね。あ、ここはカジキじゃないかもしれないよとしたら、あれどげやったっけ。今日はですね、あっちこいいけ。いやもう今日はですね、それこそあっちこっち走ってて、いわゆるほらこういうところ歴史のあるところでしょう。ですからね、昔からの道に結構ね入り込んでですね。何度かこう引っ返したりしたことがあったもんですからね、もうそれだけはもうちょっともう、今日はあれしようと思ったけど、あ、出れましたね。ほっとしますね、こういうとこに出ると。あ、隼人だ、ここは。隼人だ、隼人。すいません。全然間違えてた。もうですね、隼人とカジキのあれがね、つかんくなってですよ。ここね、さっき別動画でここを通りました。で、この次の信号を左に行ったんです。ここからですね。駅はどこけ？駅。もうちょっと先ですね。隼人やった。ほんと、笑いますね。いや、さっきの住宅地がですね、さっきこう迷い込んだもうカジキと一緒になってあれしましたけど、本当隼人の皆さんすいません。次の信号ですかね、その手前かを右に行くと。ここですよ、隼人駅ですよね。はい、ここは覚えてましたね。隼人駅はい、右折しますからね。こっからですね、もうちょっと行くと鹿児島神宮やったっけ、あ、おりませんよ。隼人鹿児島神宮やってもですね、あれ、ここじゃないですよね。もうちょっと向こう系。はい、鹿児島神宮の場所もはっきり知りません。行ったことありますよ、何回か。あるけど、もうちょっと向こうだったと思いますけどもね。もう、ふてくされ気味ですけどね。いや、ほんと知らないんですよ。ここっけ？違うか。違いますね。あ、次の信号だと思いますよ。降りませんけどもね、ちょっとこの、要するに今度、新しいカメラ、まず、さっきから、ずっと、さっきからっていうと、どの動画でも言ってるけども、新しいカメラをね、買ってからね、そういうところはね、行こうと思います。ここですよね。何も書いてないけど、こういうところにね、初心者用の、あれで、大きな看板が欲しいんですよね。看板がいらないぐらい有名なのかもしれませんけどもね。ああ、ここだ。こっちかくれ分かりますよね、ここほら、もう濃い、ああ、鹿児島神宮はこっちからじゃなくて、真正面から来いっていう意味なんですかね。失礼します。こっちの右側に小学校があったんじゃないっけ。いや、というのがですね、小学校の頃に、転校していた女の子がここの学校に、転校して、ほんで修学旅行かなんかの時にですね、ここで、再開中ですかね、そういうあれがあったんですよ。だからここに学校があるってことは知ってましたけど、歴史のある学校なんでしょうね。ここをこう行って、ここをどう行って、あ、そうか、神社の周りは回れませんですね。確かね、この向こうにもね、神社があったと思いますよ。神社巡りをしだすと結構またそっちの方のそれ系の動画がいっぱい上がると思いますけど、どうですよ。ちょっとここ行きますかね。あ、結構由緒あるお寺、神社みたいですね。だけどここはもうぐるっと回るだけですね。お楽しみに、カメラを私が買うのをお楽しみにしとって、くださいね。ちょっと止まりましょうかね。どっちがあれなんだろうか。こっちの方があれなんですかね、面で。いや、坂にほら上がる方もあったでしょう。あっちが面なんだろうか。あ、今川の右の方にずっと登っていくところもありましたからね。歩き動画をするといいのかも。ただですねただですねっていつも言うけど、ただですね、この神社仏閣のね、歩き取りの時のですね、編集がね、ちょっとね工夫せんとね、BGM を使っても面白くないしですね。かといって私がほらここの神社はどうですこうですっていう、そういう情報も持ってませんからね。だからまあ分かりませんけどでいいかもしれんですね。これからですね、鹿児島神宮の横を通り行きますけど、苗もからんですけどいいですかみたいな感じで行かんなしょうがないかもしれない。で、下手に私がいわゆる一夜漬けの勉強してですよ、これはどういうあれで建てられてどういう歴史がありますって言ったってしょうがないですからね。ですよ、今思ったけど、この道路を向こうからブーッと記載すればもう鹿児島神宮っていうのがあれなんでしょうからね、分かるみたいですよ。ですね、まだ隼人なんでしょうね。ちょっと地図名っていうか地域のよ口の中、動画の中で言うのはあれした方がいいかもしれんですね。右行きます。多分右に行けば私が思う。いや、10号線に行ったんで大変ですよ。あ、ほら、ここ見てください。見えますかね、左側に。あそこ、あそこ、ここ。鹿児島神宮はね、通り過ぎましたよっていう、あれがありますね、U ターンが。だから、わからん人はこう、まっすぐ見せてですよ。通り過ぎたりするのかもしれませんね。で、右側から来る人は分かりますね、すぐね。大体においてこういうところは交差点を目印にして何ですかね、場所確認しますからね。はい、カメラを元に戻します。ですね、立て続けにしゃべるようになるみたいだけども、今日はね、カメラ GoPro と GoPro10 9と10してるんですけど、一回も止まりませんがよ。なんやった太郎かいねと思いますよね。この前は GoPro9 はもう途中で電気があれが録画がパッと止まってですよ。それからもうどこを押しても反応しませんでしたからね。でもそれから1時間ちょっとかな、もうそのまま、助手席に置いててで何気なくちょっと押したら電源が入ったんですよ。で電源が入って今ファイルの修復をしていますっていう。日本語で出るんですよ、そういう時はですね。でそれで、助かったけど、もしそのままだったらもうそれまでの録画が全部使えなかったということですからね。ここの左側に何ですかね、建物が見えるでしょう。これはね京セラホテルみたいですね。京セラセラってやるでしょう。なるようになるさって。だけどこのまあダジャレでもないんだけど分かる人はほとんどいないかもしれんですね。この前もここを通った時にその「ケセラセラ」っていう大ヒット曲だったんですよ。あと明日のことなどケセラセラって、まあどうにかなるよって鹿児島弁で言ういけんかなろよ、いけんかなろだいっていうあれなんですけど、それに引っ掛けて京セラセラって言うけども面白くないですよ。だいたい自分が面白くないですよ。なるようになるさってここだけはもう同感ですけどもね。しかですよ、話変わりますけど、しかしですよ、最近世界的なヒット曲っていうのがないですよね。世界的にヒット曲したとか、その日本でもみんながこう口ずさむようなっていうのはないですもんね。そういうであれですよ、さっきの、今動画だったですかね、神社仏閣の撮影をしたいんだけど、その時のに恋だん恋か、うん、あれで、どうすればいいんだろうっていう話をしましたよね、さっきですよ。だからね、その神社仏ちょっとまっすぐ行きますからね。今ねちょっとこういいよどんだみたいになったでしょう。っていうのはね、このアスファルトの面にね、すっげえガタガタのあれがどう言えばいいかな、アスファルトは固まる前になんか大型トラックが走ったみたいんですよ。ギザギザのこうあれがあったんですよ、この輪立ちの跡みたいなのが。でそれをこうあれしてる時にこうガタ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 っていう。パンク系と思ったんですけどね、違ったみたいですよ。そうヒット曲がないでしょう。だからね、例えばですよ、よく私が言うこの動画にしても、最初にこのボリュームを絞って自分の好きな曲を聴きながら見ていただくと雰囲気がガラッと変わりますというのはですね、それなんですよ。そこにかける BGM としてかける曲でですね、このね映像がねなんで輝きもするし、なんていうかなつまんなくもなる。でこの前久しぶりにですね、私は自分の動画を見ながらもって耳は別な音楽あれです、ビートルズのヘルプのですねアルバム、これを今 YouTube でも見れるでしょう。ほんで、YouTube でそのまずビートルズのそのヘルプの、動画が、見れる30何分ですけどもね、それを、開けとって、でその後に今度はもう一回ポンとチャンネルを増やしてですよ、私のチャンネルを呼び出して、で私の方の、動画のチャンネルボリュームはこう絞ってですね、そして、聞いたんですよ。まあご存知の通り、ご存知の通りっていうかそのビートルズのそのヘルプをバックに、ドライブ動画を楽しむっていうアルバムじゃないんですよね、私から言わせると。どっちかというと、まあ古いあれだけども「イエスタデー・ワンス・モア」とかああいうちょっとスローテンポのやつをこう聴きながら、ほんでお茶を飲みながらこう私のこの動画歩き動画じゃなくてこのドライブ動画を見るっていうパターンだとですね、鹿児島のね風景がねまた違って見えるんです。なんだけどこの前そのヘルプを聞きながら見てもですね、結構良かったですね。このあれは鹿児島の風景動画は。ただね、だからそのただねっていうのはそのお寺にですね合うような BGM っちゅうのがねなかなかないんですよね。自分としてはですね、あれです、鬼太郎さん、鬼太郎っつってもあれじゃないですよ、だれあれじゃ冗談でじゃなくて、鬼太郎っていうとすぐゲゲゲの鬼太郎のお父さんを思い出すみたいだけど、そうじゃなくてミュージシャンの鬼太郎さん、シンセサイザーを使ったですね、あの方とか、それから宗次郎さん、オカリナ奏者として有名ですけどもね、あの方々なんかの曲だったらね、そのお寺のねあれなんかもね似合うと思うんですよ。だからねそれがねちょっとここはね左行くとね10号線です。はい、15線だけどもうね今ね20分をちょっと過ぎましたのでね、一旦はねこれでねお開きにしますからね。はい、ありがとうございました。